穏やか条軍は朝鮮民主主義人民共和国環境北道に属する軍。北朝鮮統治範囲の最北端にあたり、名目上は大韓民国領土の最北端でもある。穏やか条軍の西北部にある南洋労働尺と都満港対岸の中華人民共和国都門市の間には都門国境大橋が架けられており、中朝物流の動脈の一つとなっている。 白桃山に源を発して、東北方向に流れてきた、トマン港が、東南方向へ、屈つする地点にある。南西に、海寧市、南東に、喜び玄軍と境を接し、トマン港の対岸は中華人民共和国吉林省の、遠辺朝鮮族自治州である。高栗、里、海などの勢力圏を経て、女神族の土地となり、多温氷と呼ばれた。1440年。 李氏朝鮮の清掃台に穏やか城軍が置かれて住民の移住が行われた。軍内の左官、大山は1933年3月11日に金日生が抗日運動による会議を開催した場所であるとされ、北朝鮮では革命の聖地の一つとなっている。1952年の北朝鮮の軍面改編により、 穏やか条軍の一部を背びょル面に編入するなどして穏やか条軍を再編した。1974年には南西に隣接していた小条軍の大部分を編入した。1987年5月、穏やか城、第12号収容所内の倉坪地区で大規模な暴動事件が発生。1万5千人余りの政治犯中5千人余りが虐殺された。 炭鉱で働いていた政治犯が保衛員を殴り返したことから事件は始まり、現場にいた200人余りの政治犯がこれに加わり、保衛員を殺害した後、山を越え保衛員の社宅を襲った。この過程で政治犯数千人が火星、その規模は5千人を超えた。第12号収容所側は、校舎法と機関銃などで武装、収容所を取り囲んだ後、 無差別に射撃を加えた。収容所は事件を機に解体された。2002年12月、朝鮮日報が報道した。この不死の出典また、当地は、テレビジョン連続劇、左官、再算のロケ地であり、いわゆる、聖地が軍内に存在する現在は一遊八、労働尺十五里で構成されている。1945年8月15日時点で、環境北や上軍は、 以下の6面から構成されていた。現在は一優、十労働区、十五里を管轄する。ありがとうございます。